スノーマンメグロレン27とナンバーアンダーバーアイ平野翔27が広告業界で注目されている写真今田美代のおみくじを覗き込むメグロレンメグロといえばキリンビール「晴れ風」の CM に出演中先月の商品発売日にインスタライブでファンと乾杯するとメグロ効果からその後1週間で100万ケースが売れそのあまりの売れ行きに一時出荷停止になった 対する平野も今年2月からサントリー、緑人ソーダの CM に出演すると、2週間の出荷数は前年比約230%に爆増したと報じられた。広告代理店関係者は、目黒さんと平野さんの功績はこれまでお酒をあまり口にしてこなかった若い世代を取り込んだこと。二人の CM 出演をきっかけにお酒を飲み始めた人もいれば、親に購入を促し、親が商品にはまったパターンもある。 さらにメグロさんはフェンディのアンバサダー、平野さんはルイ・ヴィトンとパートナーシップ契約を結んでおり、共にハイブランドにもかかわらず身につけたものは軒並み完売しています。この爆発力がクライアントの間でも話題となっており、二人に関する問い合わせが殺到していますと語る。数多くいる有名人の中でも現在、最も広告効果が出ているメグロと平野。 同い年で旧ジャニーズ時代には平野がメグロの自宅に遊びに行くなど兼ねて信仰は深い。中には二人とも起用したいというクライアントもいる。事務所の問題は別として、仮に二人が CM 共演すればその経済効果は計り知れません。どう、二人の CM 共演が実現する日はあるか